はいみなさんこんにちは。はるだです。えー、4月25日土曜日。今日は、え利、ー、休でお届けしてます。こんな感じで、今日は普段着でやってるんですけれども、えー、利休こんな感じです。家みたいな感じです。えー、今日は、もちろん緊急事態の 状況なんで、生徒は誰一人いませんけれども、普段はここでね、指導したりとか、自習したりとかっていう風になってます。まあ、高校生が専,用専門なんで、えー、SS のね、生徒はもしかしたら、えー、来ることはないかもしれないんですけれども、またぜひね、落ち着いたら紹介したいなという風に思います。うん。えー、今日は、あの、皆さん、どんな一日でしたでしょうか僕はゆっくり本読んで、コーヒー飲んで、 ぼーっとした、そんな一日でした。たまにはね、そんな日があってもいいかなと思います。今日はこんな感じで以上です。